こんにちは。はい、オークリーのこんな T シャツ、今日はね、あのパーカー着てますけど、ジム帰りです。もう筋肉痛で、痛い状態です。ちょっとこんな楽な格好で申し訳ないです。今日はですね、レザーの構成要素を簡単に説明したいと思います。レザーをね、直すときに、どうやって直すんだろうとかね、どういう工程でやるんでしょうかとか、あとレザーでいろんな呼び方、カラーリングって言ったり、染め直しとか塗装とか、いろいろこうお問い合わせをいろいろいただくんですけれども、今日はですね、このレザーっていうのは一体じゃあどういうものなのかっていうところを説明させていただけたらと思います。これからメンテナンスをお考えの方にはすごく参考になるんじゃないかなって思いますので、簡単に説明させていただきます。まずですね、ここ今多分画像が出てると思うんですけど、革の基本的構造っていうのはあるんですけれども、このようにバッグとかですね、財布に使われているレザーっていうのは基本的に何らかの加工が必ずされています。そのままね、動物から剥いだものを使ってるわけじゃなくて、であと最初からこういう色をしてるわけじゃないんですね。だから何らかの加工がされて、製品化されて、こういうバッグ、財布になるわけです。これがですね、この、画像で見た、レザーの構造なんですけど、実際のレザーで見るとどういう、ここですね、分かりづらいかな分かりづらいかな、銀面があるんですね、必ず上に。でこれが、色合わせるとどうなるかっていうと、ちょっと分かりやすい色合いで、ここですね、これわざと色抜きました、はい、表面のこの、銀面が、剥がれた状態が色合わせだとか傷とかっていう形になるわけですね。でここに、これ下地があるんですけど、バインダー層ですね。でこのバインダー層に馴染むように色を入れて、で最後にツヤ調整をするという工程をします。ですのでバインダー層に馴染ませるっていう形なんで、当店の場合は基本的に、塗装とかいう部分ではなくて、レザーに馴染ませていくっていう染め直し、銀面生成っていう形の方法を、取らせていただいてます。ですので使用している顔料とか染料とか、あとツヤをこう調整するツヤがあるんですけども、このレザーはですね、これも加工で、ツヤを調整してるんですけれども、色止めの役割もあるんですね。例えばね、こう使った時にこうついてしまうとかね、ならないように、こういうレザーもそうですけどね、ツヤを調整して色移りしないように加工をしてあります。同じように、銀面を生成することで、レザーに、ちょっとここの画像が出てると思うんですけども、画像のこのレザーの部分に、傷とかひび割れが入っていなければある程度慎重感を出せることができます。ただレザーまで足した傷、割れとかね、ひび割れは跡が残ってしまうんで、状態によっては、見栄えを少しでも良くするっていう仕上がりになってしまいます。あと仕上がりとか、どのような感じで仕上がるかっていうのはビフォーアフターでですね、ブランド別ごとに分けてね、紹介しているので、そちらのページをまた見ていただけたらと思います。ここリンク貼っときます。ではちょっと簡単ですけれども、レザーの構造について、あとメンテナンスっていうのも簡単に説明させていただきました。ありがとうございました。